あなたはどんな家に住みたいですか？この番組では CCN 新築戸建て推進係の3人が、視聴者の皆さんが希望の家に出会えることを願って、さまざまなハウスメーカーをご紹介します。あの家、この家、どんな家。今回ご紹介するハウスメーカーは、岐阜市合戸に店舗を構える土地建設工業。注文住宅、リフォームなどの事業を展開している地域密着の工務店です。土地建設工業の特徴について、代表取締役の渡辺博さんにお話を伺います。ハウスメーカーというとちょっとおこがましいかもしれませんけども、地元工務店という位置づけで、創業者は岐阜県の、下呂市ですね、今でいう下呂市、昔の下呂町ですけども、そちらから大工を志して岐阜へ出てまいりまして、個人大工で請け負うのを経て、会社として創業したのが昭和37年ですので、去年60周年を迎えております。工務店という形で50年以上の会社というのは意外と少ないって聞きますんで、そういう意味では、歴史ある会社かなというふうには自負しておりますけど、土地建設工業の強みについても教えていただきました。先ほど言いましたように、創業者がですね、下呂から出てきまして、若い時期に工務店経営みたいなものを始めましたので、自分が技術を身につける以上に、人を育てる、俗に昔で言う若い衆ですね、これを育てるってことに注力しましたんで、生え抜きって言いますか、土地建設として育てた大工さんがもう大勢いるよっていうのが強みですね。ですから木造住宅をメインにしておりますので、大工さんの戦力としては、地域でもナンバーワンクラスやと思っておりますけども。土地建設工業所属の従業員はもちろん、現場の大工さんなども含めた土地建設ファミリーとして家づくりをサポート。お客様からも信頼を勝ち取っていて、親子2代にわたって土地建設工業で家を建てたりする方や、紹介受注の仕事がとても多いのも特徴です。ここからは実際に土地建設工業のモデルハウスを紹介していただきます。このモデルハウスは店舗からすぐのところ、岐阜市西合戸に建てられています。どんなコンセプトのモデルハウスなのでしょうか？建物っていうと、お客様は土地探しから始められると思うんですけども、私どもも今回はコンセプトとして、狭小地でも平屋が建つのかというのをコンセプトにして土地探しから始めました。ですので、土地自体は間口が 7.5 メートルなんですけども、ほぼ平屋という、ネーミングをつけてですね、建物を計画して建物の、建築をスタートしました。モデルハウスの特徴についても教えていただきました。そうですね、一番の大きなところとしては、 SE 工法という構造体を採用してまして、大空間、大スパンが飛ばせるというところで、住宅内に柱が極力ない空間を提案できるというのが、このほぼ平屋を実現できた一つの大きなポイントかなと思います。土地建設工業が採用している SE 工法、さらに詳しく教えていただきました。私どもですね、15年ほど前からこの SE 工法という構造躯体を採用して住宅提案させていただいてます。大きなポイントとしては、木造でラーメン構造という作り方になっておりまして、鉄骨と同じような考え方で木造も大スパン、大空間が作れるよというのが一つメリットになっております。で、この建物ですね、全国2万棟以上建っておるかと思いますけども、最近ですと熊本の震災ですとか、新潟の中越地震何かも、しっかり耐えてですね、倒壊件数はゼロということで、私どもは、お客様の、命とですね、安心な、空間をご提案するために、この工法を採用して今、取り組んでおります。
まあ、私自身もですね、自宅を SE 候補で建てておりますので、まあ、そういった面でもよりお客様に安心を伝えられるのかなと思ってます。 SE 候補を採用するメリットは他にもまだまだあります。こう吹き抜けも好き嫌いがあるんですけども、この建物ですね、まあ、両隣も建物に囲まれてはいますけども、こうしてリビングには照明がなくても日中は明るい光が入る、まあ、これもやっぱり SE 候補吹き抜けを採用した、いいところだということでご好評はいただいております。魅力満載の SE 候補、この後も SE 候補についてたっぷり語っていただきましたが、時間の関係上泣く泣くカットに。さらに詳しい情報を知りたい方はぜひ店舗まで足を運んでみてくださいね。続いて SE 候補以外のモデルハウスの特徴について教えていただきました。耐震もさることながら、やっぱり住宅に求められるのは性能かと思います。私どもがご提案する住宅は全棟長期医療住宅を認定取得までご提案させていただいてますので、断熱性ですね、そういったところもお客様にご満足いただける建物がご提案できているかなと思います。外観の特徴についても教えていただきました。私どもですね、基本的には住宅に使う仕様を決めておりません。ですのでこの建物で言いますと、自然素材の木質、あとはですねジョリーパッドという吹き付け仕上げ、さらには一般的に流通してますサイディング材というもの、3種類を使った構成にさせていただいてます。ですのでお客様のご希望に合わせて外壁材もその都度選ばせていただくという形をとっております。今回ご紹介したモデルハウスを見学したい方は、事前に電話またはメールにてお問い合わせくださいね。私ども PR がなかなか上手ではありませんので、皆様のところに情報が伝わってないかもしれません。ですのでこれを機会にですね、ぜひ私ども栃木建設のショールーム並びにモデルハウスへぜひご来場ください。お待ちしております。ここからは実際に栃木建設工業で家を建てたお客様の住宅を紹介していただきます。先ほどもご案内させていただきましたモデルハウスと考え方はすごく近いんですけども、こちらのお客様も将来のことを考えてですね、1階で全ての生活が完結できる、そんなご要望がありましたので、寝室はもちろん1階ですけども、最近これも多いんですが1階にファミリークローゼットというものを計画しまして、収納もですねしっかり確保させていただいた計画になっております。私どもモデルハウスでもお話しした通りですね、一軒一軒住宅すべてオーダーメイドで計画させていただきますので、このお家もですね打ち合わせからですね半年以上経ってようやく図面が完成したような物件になります。まあ、建築が始まってもですね、いろいろ詳細打ち合わせをさせていただいて、やっと完成までこぎつけたというようなところになりますので、本当に世の中で世界に一つしかない建物が完成したかなと思っております。地域密着の工務店としておよそ60年の歴史を築いてきた栃木建設工業、お客様と共に家づくりを進めていく際にも栃木建設工業ならではの特徴があるそうです。新築現場担当工事部の伊藤さんに教えていただきます。基本的に一般的な建築業者さんというのは営業さんから設計さんに行き、それからまあ現場担当者、現場監督さんに引き継いでいくと思うんですが、当社は設計の段階から現場監督がお打ち合わせに入ってお打ち合わせをしていくということになっております。その理由はですね、どうしても図面上ではお客様に伝えることができないことがたくさんあります。で、私たち現場の人間というものは本当にいろんなことを隅々まで知ってますので、その経験と、過去にお言葉をいただいた声を次のお客様に還元したいなと
そういう思いで、まあ、現場監督が打ち合わせから参加して設計していくという、そういうスタイルでやっております。まあ、お客様も実際図面をができていくときにいろいろ悩まれると思います。ただ私たちも一緒に悩んでいい家を作っていく風なスタイルでいますので、私たちはお客様の家なんですけど、自分の家と同じように真剣に作っていきたいと思っております。土地建設工業で働く2人の若手社員からも家作りへの思いを教えていただきました。現場担当してもう10年になるものです。やっぱり今までの経験をすべて生かして、少しでもお客さんに喜んでもらえる住宅を作っていこうと思ってますので、ぜひ土地建設をよろしくお願いします。4月から入社しました。現場管理を今はしております。最近のお客様は若い方も多いと思いますので、若い目線でいろんなものを提案できるように頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。最後に紹介するのは土地建設工業のショールーム。建物は40年以上続いた地元の有名喫茶店だった場所をリニューアルしています。住まいの相談館ウエストと名付けられていて、新築住宅やリフォームに関しての相談打ち合わせスペースとして利用されています。キッズスペースも設けられていますので、お子様連れのご家族でも安心です。ここでは土地建設工業のリフォーム事業について教えていただきます。ご依頼があるのがだいたい300件を少し超えるぐらいだと思います。まあ、仕事で言えば、手すりの取り付けとか便器の取り替え、から外装もしくは大規模な修繕、リフォームですね、そういうものも含めてだいたい300少し超えるぐらいあると思います。意外とこんな相談していいんかというのがあるんですが、別にご相談を受ければそれに対しての、お答えも出しますし、なんかそんな細かいご相談ですね、そういうのもあれば言っていただければそれにお答えすることはします。新築で培ったノウハウも生かし、さまざまなリフォーム案件に対応。リフォーム事業には今後さらに力を入れていくそうです。どんな小さなご依頼でも、当社土地建設はお答えするようにしております。特に今年、力を入れようと思っとることに対してはですね、新築の方で SE 工法という工法があるんですが、それをリフォームに生かした耐震シェルターという工事を進めていこうと思っています。まあ、これは何かと言いますと、一般に耐震をやろうと思うとかなり大掛かりな仕事になりますが、それを1部屋もしくは2部屋、4畳半から8畳までの間、その間でもし地震が起きても命を守れる建物をリフォームリノベーションとしてやることができるノウハウを我々は持っております。ぜひともご興味が あるようであれば、ご依頼をいただければご相談に乗りたいと思います。最後に代表取締役の渡辺博さんにメッセージをいただきました。やはり家づくり、特に木造住宅を我々メインにしておりますので、本当にお客様と一緒になってという、まあね、どこでも言う言葉なんですけども、我々は本当心底お客様のためを思ってこう家づくりに取り組んでおります。ハウスメーカーとかですね、いろんな選択肢があると思いますけども、地元密着の工務店もぜひこう選択肢に入れていただきましてですね、土地建設の家づくりを少しこう分かっていただきたいかなと思いますけども、はい、皆さんのお越しお待ちしております。せーの、待ってます。頼もしい従業員の方々、たくさんお話を聞かせていただきありがとうございました。皆さんは今回ご紹介した土地建設工業いかがだったでしょうか。気
になった方はぜひ店舗やモデルハウスに足を運んでみてくださいね。